彗星のごとく現れたスターの原石、アイドル VTuber の星町彗星です。はぁ、やっと黒い砂漠をやることができます。これダウンロードにね、何時間かかったんだろう。10時間、めっちゃ長かったんだけど。マジふざけんなって感じじゃない。今回ね、バーチャル YouTuber 応援企画のあれそれに受かりました。アイドル枠ですよ、アイドル枠。皆さんよろしくお願いします。じゃあね、早速やっていきたいと思います。もうパソコンがね、あれでなかなか始められなかったんだけど。あ、名前を決めるんですね。んこれは家名、家名を自分の名前でいいんだよね。星町彗星いける？あ、いけた。ここら辺がいいんじゃない。あ、キャラクター作成しましょう。キャラクター作成したいです。私これやるの初めてなんで、マジ初心者をなんですけど。ウォーリア、あ、これは狩人的なあれですね。お、なんかかっこいいぞ。闇をまとった女、ちょっとなんかチャイニーズですね。かわいいな。何にしようかな。あ、ちょっとこついのは嫌ですね。リトルサマナ、あ、かわいい。あ、かわいいですね。身軽そうですね。ちょっとこれ選ぶだけで10分使えるんじゃねえかな。あ、え、かっこいい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 。え、やりたい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 。チャッチメントじゃん、チャッチメント。ディバインセイバーじゃん。わかる人にしかわからない。スイちゃんはだいたいこういう系だと遠距離系をやるので、近くで戦うとね、あの弱っちいので死んでしまうので、遠距離をやらせていただきたいです。ので魔法少女系アイドルということで、魔法少女系アイドル星町彗星。はい、これはん、何をしたらいいんだ。ん。え、あ、カスタマイズできんのか。か、顔面を変えれるんだな。これ自分に似せるか自分好みの女にするか悩むな。自分に似せるとしたらこれじゃん。髪の毛もうちょっと青く、おおお、いいね。こっち見ないで、こっち見ない。後ろ見たいんですよ、後ろ。こっち見んな、こっち見んな、マジで。スイちゃんこっち見んな。うん、この色がいいかな。自由度が高い、すごい遊べる。自分好みにできるね。顔変えましょう。スイちゃんお星様なんですけど、目の中こんな感じで似てる似てる似てるに、スイちゃんに似てる。スイちゃんに似てますか。あ、なるほど。え、すごっ。釣り目にできました。釣り目にできました。表情まで変えれんの。選択しますか。はい。怖い。ちょっと怖かった。ちょっと怖かった。ちょっと怖かった。普通でいいです。普通に。普通でいいですわ。姿勢。ドドドしてる感じね。はぁ、ちょっと中二病な感じね。てめえ、それほどでもねえぜみたいなやつね。ちょっと女の子っぽい感じね。どうよみたいなね。天に召されたって感じ。スイちゃんと一緒に笑ってるね。あ、これ何決めんだっけ。ポーズ。これにしようよ。これにしよう。これいいな。これでこれにしましょう。イエーイ、もしもちスイちゃん完成。で、これでやっとゲームが始められるんですね。キャラ名も彗星でいいですよ。複製完了。オッケー。
ざけんな、それスイちゃんの名前だぞ。スイちゃんのだぞ。星町つけとけばね、誰もいませんから。オッケー、もう完璧。オッケーです。じゃ、ゲーム接続で。画面がめっちゃ固まってさ、やっと動けるようになった。え、何？助けてやるから、まずは体を動かしてみてはどうぞ。契約を教えて。契約系。待ち、もうゆっくりさせて。流るキーを押して。前方にいる。なんかチャットみたいなの打ってますけど、これなんですかね。オラのオーラが感じられるか。あ、できました。あ、なるほどね。俺を召喚して依頼を受ける。はい。怖いよ。怖いよ。お前と俺。二人だけのことを考えてればいい。やんだれだな。人間は俺たちにとって面倒なことばかりやらせるじゃないか。闇の精霊と、あれしてるんですね。お前が目覚めてとても嬉しい。どうも。お前は俺といつも一緒の友人だったんだよ。思い出せないだろうがすぐわかるだろう。さあ、これから俺たちの旅を始めよう。お前と俺にはしっかりした目標があるからね。そうなんですか？ここから遠くない場所に地下石室がある。そこが俺たちの最初の目的地になるだろう。しかしこのまま行くには少し危険なんだ。幸いこの村の人々は親切にそうに見える。あそこにあかーんという人間がいるが、とりあえずあいついた預けてもらおう。オッケー。ということで NPC のあかんさんを訪ねます。どこ、ここか。ここね、こっちね。道、あるじゃないですか。こっちこっち。もうお分かりだと思いますけれども、ドド初心者ですよ。ドのつく初心者ですよ。ドットドドット初心者です。あ、なんかワンちゃんいるじゃん。ワンちゃん。スイちゃんワンちゃん好きなんだ。ワンちゃん喋ろうよ。喋るにはどうすんだっけ。あるあるある。ダメか。見たところ、あなたも覚えてないみたいね。最近あなたのような冒険者がたびたび訪れるんだ。なるほど、みんな最初は覚えてない設定なんだね。何も覚えてないのに旅しなければならないってなかなかハードですね。実際俺がアドバイスできることはない。スキル教官のベルンドさんを紹介してくれる。この村のスキル教官だが、おそらくあなたの旅を進める上で役に立つだろう。わかりました。最近、なるほどね。キーボードのコントロールキーを押すとマウスカーソルのオンオフが可能です。この時、わかりました。目標に、ありがとうございます。もうびっくりするじゃん。もうやめよう、そういうのはさ。ログインボーナスがあるらしいです。人生のログインボーナスも欲しいですね。はい、ベルントさん、ベルントさん。おお、はボイス付きなんですね。今更だけど。クレオクサス隊長も、酒瓶をうまく割れれば部隊長に昇格させるとか。うまく割れてますよ。本気なのか、もっと酒が飲みたいだけなのか。とても疲れているように見えるな。そうですね、ちょっとまだ初心者なのでよくわからないので疲れているかもしれません。私に会いに来たということは、おかんじゃねえや。おかんじゃねえや。あかんにお会いになりましたね。そうです。たくさんの人物が私を訪ねてきました。あなたはさぞすごい人だったのでしょう。その30人くらいは多分 VTuber ですね。私はあなたが学んだことを思い出させるだけです。さあ、私との会話これぐらいにして、早速体を動かしてみましょう。あ、戦闘訓練かな？シフトと、これで？おー、かっこいい。いいじゃん。はい、私は戦いますよ。私は何でもできますよ。ほらピカチュウ10番プレートピカチュウっていうわけですね。うるさい。クソ。
うるさいクソカブトムシじゃないです。うるさいクソカブトムシ。なかなかの戦闘態勢だな。ちょっと戦ってみたいね。うるさいクソカブトムシ。じゃあうるさいクソカブトムシを潰しに行きましょう。あ、これですね。これに、あの、どうすんだっけ。えい。えい。おい、ほら。お、やったー。戦いますよ。まじまじも戦います。私は、この世界に何をしに降り立ったんでしょう。旅？旅ですか？旅したいですね。旅したい願望はありますよ。アイドルだって。キツネさん好きだから殺したくないけど、ちょっと殺してみるね。なんてひどいことをするんだ。おじまじ彗星。あと一匹、あと一匹の方だ。こいつか。あー、あんたもどうするんだ。キツネは可愛いんだぞ。今ぶったね。今ぶったよね。やめてよ。HP 減ったじゃん。あんたことしてくれてんの。可愛いキツネといえど、攻撃をするならば致し方ありません。うん、結構疲れました。こんな感じでやっていけばいいんですね。なるほど。なんとなくまあ使い方は分かってきました。初心者にしてはいいんじゃない？わかんないけど、どんな感じなんでしょう。なんかでかい敵倒したいな。なんかみんなと共闘とかしてでかい敵を倒す。はい、一番最初の目標、でかい敵を倒す。なんてアブートなんだろう。まあ、今日はこの辺で以上です。今日もいい夢見られますように。じゃあねー。